していってね。この動画は、虚空の天使迷宮放逐から始まる異世界攻略の感想、レビューをする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。虚空の天使迷宮放逐から始まる異世界攻略。この漫画は凄まじいな。少なくとも2020年向けな作品じゃないな、と思われる作品であり、予想通り3巻で俺たちの冒険はこれからだ。する凄まじい漫画。昔、映画評論家のおじいちゃんが、今まで見た映画で一番面白くない映画は何でしたか？って質問に対して、ティム・バートンの乳首バットマンがマジでクソで面白くなかった。ティム・バートンの悪い癖が全部映画を悪い方向にしているし、うんたらかんたらって酷評しているのを見て、めちゃくちゃ面白そう。って思って乳首バットマンを見てしまった記憶があって、見て、何が言いたいのかというとクソな作品というのは決してダメでもつまらないわけでもないということなわけ。例えば、まずいとかって感情が揺さぶられる行為なので、まずい料理とか商品って友人とかブログで喋りたくなるし、ジパングの東京の料理のお店なんて大抵美味しいから、まずい料理って本当に素晴らしいし、いい経験をさせてもらったって思うので。昔ちょい田舎の観光地に旅行に行ったんだけど、田舎だから夜はもう20時とかには全部お店が閉まっちゃって、でしょうがないから唯一空いているお好み焼き屋みたいな店で食べた。クソ高くて、素材さえあれば誰でも作れるご家庭の味のお好み焼きを食べた時の感覚が、おまんじゅう的には田舎とこの料理クソだなって思う感じ。その店がゲロマズのお好み焼きを出してたら、さすが田舎、群馬もびっくりなのぜ。で、農家が変わったのかもしれないのぜ。あと、それで思い出したんだけど、お花の色がついているアイスがなんちゃらってお花が有名な場所で売ってって、このアイスってそのお花を使って作ってるんですか？って聞いたら、着色料。って答えが返ってきた時の、並んでまで着色料がついたプレーンソフトクリーム買うやつが大量にいるのを見て、こいつらすげえなって思い出しました。インスタ映えなのぜ、適当。まあそんな感じなので、これはよくキリスト教徒が言うんだけど、愛の反対は憎しみではなく無関心。って感じと一緒で、本当につまらない作品というのは、ひたすら何の感情も揺さぶらない空気のような作品なわけですよ。クソゲーでいうところの、ゲーム、ってジャンルがつまらない作品になります。ゲームってのはそもそも何を楽しめばいいのかわからないほど内容が薄いゲームのことを指すのぜ。で、この漫画はおまんじゅうがここ最近読んだ作品の中では飛び抜けてのお香で、本当におすすめしたくなる感じなので動画にしたためました。ここまで褒めたので、この漫画のガチファンはそろそろこの動画を見るのをやめるといいと思うのぜ。で、大抵のナロー系コミカライズの作品は3巻で終わるのぜ。そういう意味ではこの漫画も、他の3巻で終わる作品も大して違いはないのぜ。むしろ、この漫画は少なくともおまんじゅうに濃厚だわ。って思わせた分、他の漫画よりも印象に残る作品なのぜ。この漫画はアレな部分でおまんじゅうのあんこに刻み込まれたし、話になる部分の要素を生み出してくれたので、他の作品よりも秀でた作品だと言えます。漫画一つで十部も語れるって相当内容量が濃い特能な作品なのぜ。すげえのぜ。例えばファインアートって、ポジティブにもネガティブにも気持ちを揺さぶる作品がいい作品という一つの指標があるんだけど、あくまで要素の一つなのぜ。少なくとも今から説明する、うわぁ、2020年にこのキャラクター出すか、たまげたなーって思えるような作品しててべね。内容はクラスに巻き込まれて転生したぼっちが主人公、こいつが異世界転生特典で手に入れたカゴが、初期スポーン地点の国では邪教認定されていたために、邪教とは殺すべし、慈悲はないという感じでダンジョンで引き肉になる権利をもらって奴隷化する。ここで、そのダンジョンを管理している漢字の貴族の女の奴隷頭とその奴隷頭に従属するヒゲクマみたいな高圧的な女から、画像に映っているのがこの漫画の愛されキャラ、ヒゲクマメスなので、暴力を振るわれた後に、邪教を信仰してるクズはさっさとダンジョン行って引き肉になってこい、されて、ダンジョン送り、主人公は飛天御剣流の使い手だったので、ダンジョンで生き残ることに成功。ここからこのダンジョン運営している貴族の権力者の女がメインヒロイン、ヒゲクマメスが仲間になってこの二人とダンジョン攻略を始めるという漫画。こいつは、とんでもなく蛇だぜなのぜ。まず、何がすげえって主人公はチート特典をもらったから飛天御剣流が使えるってわけじゃなくて、初めから飛天御剣流の使い手って設定が100万いいよ来いよ香ばしいポイントです。月が導く異世界道中っていうハンターハンターのクラスカファンが作ったわっほいわっほいな、朝に焼き上がった中二のような香ばしい作品があるのだけど、この漫画もそういう中学校のに星がする作品の一つなのぜ。この漫画はどうしてそいつらをメインヒロインにしようとしたという作品であり、まず素晴らしい部分は、メインヒロインが開口一番に、あなたは邪教を信仰しているのにもかかわらず、
この国の慈悲によって死刑ではなく単純刑になったのです。なぜ感謝できないのですか？って感じのやべえ発言をするやつで、ちょっと待つのぜ。別に主人公は邪教を信仰しているわけじゃないのぜ。ランダムガチャでたまたま邪教とそいつらがカテゴライズしている株をもらっただけに見えるのぜ。そうなんだよね。少なくとも主人公が自ら選択して選んではいないわけ。で、そういう事情だったりとかを一切考慮することができない香ばしい奴がメインヒロインなわけ。ぶっちゃけおまんじゅうは初めてこの漫画を読んだ時は、このチームヒゲクマたちは、前半のざまう要因だと思ったわけ。この漫画、気になる人はぜひとも読んでほしいんだけど、この二人はガチでガンガン主人公と敵対するのぜ。だから素直にシナリオを読むと、おまんじゅうが言ったように、ああ、前半の山はこいつらがざまあするシナリオかって思えるのぜ。とりわけ、このメインヒロインを信仰している女従者のヒゲクマメスで、こいつはことあるごとに貴族のメインヒロインに口答えするな、とか、同じ空気を吸うなゴミクソが、口答えするなビチグソが、みたいな感じで煽りまくるわけ。ここまで煽りまくるのがお上手で、ここまで綺麗な煽り芸を見せられちゃうと、当然読者はこのヒゲクマメスに、こんな感じの素敵な感情を抱くわけ。めちゃくちゃ煽り芸がお上手で、これには読者も今後の展開に期待せざるを得ないのぜ。ここまでされたらそれはもう、期待しちゃうじゃん。どんな感じの無様なざまを晒してくれるのかって当然なのぜ。だけどあろうことか、この漫画はこの高圧的なクズを仲間にさせて単純攻略をするって感じのシナリオが凄まじく。え、ざまされないのぜ。ガチでこいつが画面にいて高圧的な振る舞いをするたびに、一秒でも早く無様に画面をべらしてくれ。って気持ちにさせるガチで序盤の導入が凄まじい。温厚な上司の怒らせ方、な感じの凄まじい漫画。許さないのは、こいつがいつまでもざまあしないで存在していることなのぜ。ちなみに今画面に映っているコマは、仲間になった後にもかかわらず、まだ敵対しているからね。シナリオがガチで凄まじい漫画って感じでモルトベイネです。ここからネタバレ、一応このヒゲクマメスはガメをベラするんだけど、それもなんか感動的な感じ？ってガメをベラするけど、2020年に存在するおまんじゅうからすると、ポカーンって感じで、この漫画のシナリオライターガチで何がしたいの？って感じの作品で凄まじすぎて印象に残ったガチで文芸作品。何でもテンプレ化する必要はないし、この漫画は凄まじい漫画としておまんじゅうのあんこに刻まれた作品なので多様でベネなんだけど、2020年のテンプレだと前半のこの奴隷かしらみたいなチームヒゲクマが出てきた時は、ああこいつらをこの後ざまあするのね。って感じかと思ったら、まさかの仲間になる展開のシナリオが本当に凄まじいの一言で、この漫画はこのクズを仲間にしようという発想と、それを描いた部分がガチですごいし、この漫画の意味があると思われるとにかく凄まじい漫画。ただただ、ひたすら、なんでお前このクズ二人を仲間にしようなんて思ったの？という感じであり、発想がとても吹き飛んでいる多様性を感じさせてくれる作品。2020年のテニオワとして、ヒロインは主人公と敵対させちゃダメなのぜ。敵対させたキャラは2020年においては全部ザマー対象だと少なくともおまんじゅうは思うし、敵対させるならヒロインとして使わない方が無難だと思います。あと凄まじいのはメインヒロインのドヒトっぷりで、異世界召喚というのは宇宙人を召喚するみたいなものだから、文明が進んでいる社会なら、白旗が宇宙人にとって敵対する行為かもしれない？って想像が働くのぜ。でもこの漫画のメインヒロインとヒゲクマは土人だから、そういった創造性、知性のかけらも感じさせないいい感じのキャラで出してて、序盤のカマセイヌなら最高なキャラクターなのぜ。そうそう、そこがガチでこの漫画の文芸部分で、制作者が、コメディ作ろうとしてあえて、お物を消毒するモヒカンを仲間にするとかならわかるんだけど、どうもこの漫画から醸し出される雰囲気だと、ガチでこの土人をメインヒロインにしようって感じで作ってあって、お前精神状態おかしいよっていう創造性が極めて高いユニークな作品。この漫画は本当におまんじゅうが最近読んだ漫画の中では、極めてユニークな作品であり、大抵の作品のレビューって3部も持たない内容量なんだけど、この漫画はこのヒゲクマメスとメインヒロインの凄まじさのおかげでずっと喋ってられる作風に仕上がっているし、おまんじゅうが最近読んだ作品で印象に残った作品って何胸の？って聞かれたら、この漫画の話をしちゃうかもしれないくらい飛び抜けている作品です。